まあ、いらっしゃい。高道くん、久しぶりね。それと、かなちゃん？はい。ええ、おかげさまで、ありがとう。まあ、銀座やね、大好きなの。座って。最近は来る人も少なくて退屈してたから、今日はゆっくりしていけるのかしら。そう、あ、いいのよ、いいの。さあ、座って。高道くん、兄さんに似てきたわね。目元がそっくり。兄も若い頃はあなたみたいな感じだった。もっとも、私たちはあなたたちのように仲睦まじくはなかったけれど。かわいい妹さんね。そうね、ぶっきらぼうでそっけなかった。すぐに怒るの、些細なことでね。高道くんと雰囲気が似ているわね。冷静に見えて奥に情緒を隠しているみたいな、そんなタイプ。もっとも、私がそれを知ったのは私たちの父親が死んだ時なんだけれど、その時に初めて見たのね、兄さんがワンワン泣くのを。透析は何時から？あ、はい。透析、あと30分くらいです。そう、ならそれまでゆっくりしてってね。それにしても突然2人で来たのね。じゃあお仲間ね、かなちゃん。はい。そっちの方はどう？はい、おかげさまで。何よりだわ。体調が悪いと気分まで沈んでしまうから。おばさんの方はどうですか？あ、そういえば何の病気なんですか？そうね、ちょっと手を出してくれる？はい。でしょ？え、どうしてですか？切ったの、切除したから。切った？え、高道くんも触ってみる？遠慮しなくていいの、どうせないんだから。面白いでしょ。
さん、あの、それって…私ね、乳がんだったの。3回手術をして、化学療法や免疫療法、それにシャワーを浴びるように頻繁に放射線照射、考えうるだけの治療を施してもらった。痛かった。体も心も痛かった。夫と娘がいなかったらきっと潰れていたと思うの。それくらい辛かった。でももう痛くないんですよね。ええ、ここに来てからとっても楽になったの。私、お水変えてくるね。慢性腎不全だそうね。辛いわね。治ってほしいわ。せっかくの若い時期なのに。兄さんも私の見舞いに来ると辛そうな顔をするの。律儀に月一回、決まった日にね。昔からそんな人だった。きっと外面には出したくないのね。見えっぱりだから。かなちゃんか。なんか変な感じ。私の娘もかなって言うのよね。字は違うけれど、かなちゃんの名前を聞いて夫が気に入ってね。うちもかなにしようなんて言い出して。やだ。本当に兄さんみたいね。そうね、ごめんなさい。兄もからかわれるのは嫌いだったから。おばさん。綺麗な人。そうしようよ。綺麗だし、優しいし。いつまで入院してるのかな。暗い顔してる。
そうなんだ。自信ないよ。泣かないでいる自信ない。最初はひどかったわね。自分がガンだって分かった時には情緒が不安定になって暴れたなんてこともあったわね。おばさんが？ええ、それはもう派手にね。最初の手術が終わって乳房がなくなって、あの時も絶望的な気分だったわ。でもこれでまた働けるんだって思ったら、だんだんと心の傷も癒えていった。だけどそれから2年経って再発したの。泣いて暴れて落ち込んで、いろいろな治療を受けて、たくさん痛い思いをして。でもある朝ね、ふと起きたら体がとても軽くなっていたの。前日の夜、私が苦痛でのたうち回っていたのを夫が見かねて、モルヒネを投与してもらったの。がんの鎮痛剤として用いる限り、モルヒネは最高の薬なの。多くの人がこれで心を救われているの。がんの痛みはね、人格も破壊してしまうから。大丈夫なんですか？今はね、平気。ここは優しい場所だし、あなたたちみたいな子も来てくれるし。そうして冷静になって考えてみて、そうね、いろいろ考えたの。夫のこととか娘のこととか。昔の私ならきっと最後まで戦ってみようとしたと思うの。でもその時の私はそうは思わなかった。どうしてですか？死をまっすぐに見つめて生きてみるのもいいかなって思ったから。そんなのって、その方が落ち着いて考えられるの。どうかした？お水。
いいのよ。こういうことは当人よりも周囲の人間の方が辛いものだから。いらっしゃい。遊びに来たのじゃ。アニメか何かに出てくるお気に入りのキャラクターの真似らしいの。困ってしまうわね。誰なのじゃ。見たことないのじゃ。私のお兄さんの息子。ええ、肝不全で。この子にはこの子だけは。どうかしたの？ううん、なんでもないの。帰るの？また来てくれる？私と？かなちゃんはどうするの？うん？いらっしゃい、二人とも。さっき少し息苦しくなったので用意してもらったの。気にしないで。ええ、ほら。ごめんなさいね。まあ、若いのに大人びた言い方をするのね。早く座って、話したいわ。早かったのね。こんにちは。
こんにちは。あの、どうも、はじめまして。じゃあ、緑のナナ。12。夢中で見てるよ。よっぽど好きなんだね。あの子が来てからなんだか毎日が楽しい。そんなことない。平気。うん、そうみたい。私にとってはこれが普通だから。でもやらないと毒が溜まっちゃうから、顔もむくむし。さてと、それじゃあ私お湯止めてくるね。
兄ちゃん？ううん、おかえりなさい。何読んでるの？なんだかほっとするね。ここに来るとどうしたの？何か？行ってくるね。そこに誰かいるの？ない子ね。嫌なところ見られちゃったわね。怖いのよ。私だって怖いものは怖いの。日常茶飯事なの、こんなことは。落ち着いたわ。今日はかなちゃんはいないの？そう、そうなの。さっき
嫌なところを見せたって言ったかしら。あれ、取り消すわね。人生にはいろいろなことがあるのね。で、見ておくことで学べることもたくさんあると思うの。いいえ、そう思うようになったの、最近。昔は親の死を子供に見せることは反対だった。それは倫理的にもそうだし、子供の小さい心でそれを受け入れられるかどうか疑問だったから。でも、今は正反対の意見を持っているわ。そのつもりよ。主人はこのままあなたの家に預けておくつもりだったみたいだけど。そうかしら。それでいいのよ。死を見つめる心が育たなければ、いざという時に納得できないまま人生が終わってしまうかもしれない。そちらの方が恐ろしいと思うの。あの子も決して健康ではないから、こういうことをよく考えてほしいの。何より権利があるわ。血を分けた娘ですもの。権利、権利、懐かしい。ブイヤだった頃は私の一番好きだった言葉よ。平気よ。どんなに小さくても、大きな壁にぶつかれば一本芯が入るもの。私はあの子をそんなに弱く育てた覚えはないしね。ちゃんとあの子なりに受け止めて成長してくれる。そう信じてる。ありがとう。ごめんなさいね。ここがホスピスってことの意味はもう話してあるんでしょ。態度でわかるわ。私そういうの得意だから。なら大丈夫だと思う。さっきも言ったけど、年齢は関係ないと思うから、その人なりに受け入れてくれるはずよ。こんにちは。平気。風が気持ちいいから。私も乗せてくのじゃ。カナは一人で帰れるのじゃ。迎えに来るのが遅いのじゃ。みんな帰ってしまって一人で遊ぶのは退屈なのじゃ。人が見てる。お兄ちゃん、乗せるべし。本当は二人も行けないんだよね。
乗せていってあげようよ。ここでいいのだ。焦げるのじゃ。もう。かなちゃん、こっちに来る？行く。出発するのじゃ。頑張ってね。お兄ちゃん。かなちゃん、もう寝ちゃってる。きっと寂しかったんじゃないのかな、いつも。いつも放課後、一人で学校に残って、お兄ちゃんが来るのを待ってるんだよね。友達も少ないんだと思う。休みがちだとそうなっちゃうから。ねえ、これからは毎日3人で帰ろうよ。無理？ありがとう。ねえ、お兄ちゃん。なんか、子供のいる夫婦みたいだね。お帰りなさい。3日だけね。かな、久しぶりね。元気だった？ただいま、かな。かな、ごめんね。寂しい思いをさせて。うん。じゃあ、かなちゃんを連れて。ええ、自宅に戻ろうと思います。3日間この子といてあげたいんです。よかった。うん？
お兄ちゃん。何？うん。何？嘘だって、あんなに元気そうで、だってまだ あれ？一緒じゃなかったの？ごめんね、わかんない。じゃあね。おばさん、もう
そろそろ見たい。スマコ。ごめんね、兄さん。高道くん、かなちゃん、お見舞いありがとう。嬉しかった。兄弟仲良くね。おばさん、カナのことお願いね。元気でね、かなちゃん。あなたの方はきっと治るわね。さようなら、ありがとう。あの子なりに受け止めて成長してくれる、そう信じてる。ご注文は何になさいますか？ご一緒にポテトはいかがですか？
こちらのセットになりますと大変お得になっておりますが。え、お兄ちゃん。え？はい、かしこまりました。こちらでお召し上がりになりますか？それで進めてくれたんだ、あのお姉さん。大丈夫？ううん、裸じゃないよ。うん、履いてないけど。何してたの？私、手伝おうか。そんなことないよ。ちょっとスースーするけど。じゃあ、あとはこれが最後だね。届かないや。アルバム？昔の写真なんだ。これお兄ちゃん？かわいい。
5歳のお兄ちゃんだ。他のも見せて。この人たち、覚えてる私。昔一緒に遊んだことあったよね。覚えてるよ、もちろん。忘れない。数少ない思い出だもん。元気そう。うん、本当にそうだね。お父さんとお母さんだ。じゃあこの写真撮ったのお兄ちゃんだね。へえ。その、だから、気にしない。お兄ちゃん？どうかしたの？そう。え？でもまだ全部見てないし。あ、わかった。昔の写真、見られるの恥ずかしいんだ。やだな、もう。
着替えて寝るね。ねえ、キスしてた人、恋人？恋人なの？大学生だもんね。おやすみ、お兄ちゃん。あれ？お兄ちゃん？学校は？ありがとう。うん。種の起源の初心者向けみたいな本だって聞いたから、大丈夫だと思う。学校行けないから、少しでもね。面白いと思うんだけどな。だって。いい暇つぶしになるの。退屈になると変なことばっかり考えちゃうから。何年もここにいるとね、もう考えることしかできなくなる。検診受けて、透析して、ぼんやりと考え事して、息が詰まりそう。こんな生活が普通なんだって自分に言い聞かせても、たまに退院できたりして楽しい時間を過ごすと、ずっと健康でいられたらいいのにって思う。だから、お兄ちゃんがいてくれてよかった。たまにこうして来てくれるから。退屈で死なないで済むもの。一番したくないのは、自分だけが不幸だって憐憫しちゃうことだから。え？こんなの第一水準だよ。そうだといいけど。わからないけど、おばさんの影響かもしれない。うん。早く健康になりたい。そう？そうかな。
本当に？最近鏡を見るのが億劫になってきちゃって。いや、それ本当？ひどい！冗談だったんだ。もう。面白いよ。読む？ねえ、お兄ちゃん。人はどうして死ぬんだろう。アポトーシス。アポトーシス。ギリシャ語で花びらが散るって意味。普通、人間の細胞が死ぬ時って、体がちゃんとそれを理解して、白血球とかが集まってきて、死んだ細胞の処理をするのね。けど老化していくと、ある時、体に気づかれず死滅するようになってくるの。死のプログラム、そういうの。人間は、必ず死ぬようになっている。変わる環境に適応するため、世代交代が必要なのは理屈ではわかるんだけど、じゃあどうしておばさんみたいなことがあるのかなって。どうしていないんだろう。完全な人間。完全な人間がいてはいけない理由がある？それとも進化がまだそこまで追いついていない？それなら理解できるの。物理法則上のことなら。命って子孫繁栄のためだけにあると思う？けど？そうだね。私もそう思う。一日中病室にいるから、こんなことばかり考えてしまうの。勉強か。本当はね、大学でちゃんとした勉強がしたい。こんな独学じゃなくて、もっとちゃんとした形で教育を受けたい。分子生物学に興味があるの。そうね。死をまっすぐに見つめて生きてみるのもいいかなって思ったから。でもね、お兄ちゃん、
私は今を精一杯生きているつもりだから、だからどんな結果になってもそれが私の人生だったって受け入れられる、受け入れたい、だから祈るの。生きることに後悔しませんようにって。今の私にとって生きるってことは動き回ることじゃなくて考えること、これしかないから、東堂カナは誇りを持って物事を考えるの、そう決めたんだ。どう？ありがとう。ねえ、肩抱いて。暖かい。ううん、こっちの方が暖かいから。お知らせいたします。面会時間は午後8時で終了いたします。現在午後7時53分です。病院内にいらっしゃる面会者の方は午後8時までにご退出をお願いいたします。でもすぐに終わっちゃうね。した時に元気があったらどこかに連れて行ってね。高道くん、こっちに来てちょうだい。それがとりえだもん。ヘイミスター東堂、どこ行くの？
緒に行く。キャンセルキャンセル。さ、行こうよ。デパートでもレストランでもホテルでも。だって買い物行くつもりだったんでしょ。だったらいいじゃない、別に減るもんじゃないんだし。ところで、何買うつもりだったの？誰の？ああ、なら私が選んであげようか。決定。じゃあフェスタ行こう。女性客向きのデパート、ジュエリーとかブティックとか。洋服とか小物とかも売ってるな。いらっしゃい。かなちゃん、待ってるわよ。私も行くわね。高道くん、あそこ。私の体どうなってるの？おかしいよ、絶対おかしい。かなちゃん、突然苦しくなって胸が。今までも運動とかすると苦しいことはあったけど、今日は何もしてないのに、ベッドから起きようとしただけなのに胸が。どうしたのよ。
胸が痛くて、私胸が痛いの？苦しんで学校にも行けなくて、やだよ、もう嫌、普通に暮らしたい。他の人みたいに好きなものが食べたいし、好きなとこに行きたい、行きたいのに、もう退院する、好きなように暮らす。わからない、分かりたくない。私の体どうなってるの？本当のこと教えてよ。嘘。なら、なんで血を吐かなくちゃいけないの？なんで胸が苦しくなるの？どうして？どうして？私もガンなの？おばさんみたいに死ぬんだ、私。死ぬんでしょ？ねえ、死ぬんだよね？嘘！いつか治る、いつか治るって言われて、もう何年も待ったのに、いつかっていつ来るのよ。来ないんでしょ？私死ぬんでしょ？もうどうでもいい。私、何の病気なの？腎臓が悪いって、それだけだと思ってたけど、おかしいよね。おかしい。ね、分かったからベッドに戻ろう。ほら、シーツ汚れちゃうもん。かなちゃん、あなた。
かったのに、動けなかったんだよ。今まではちゃんとできたのに、動けなくて、トイレ行けなくて。ミキさん、ありがとう。もういいです。動ける？はい。トイレ行ってくる。シーツ買い用意するからね。ごめんなさい。じゃあ、ちょっと待っててね。いらっしゃい。変な挨拶。その人、あなたがかなちゃん？ええ、私、東堂くんの大学のサークルの、兄弟サークルの友達で、鹿島由美。よろしくね。東堂かなです。どうも。取り替えてあげる。
ううん。二人は？そう。あの鹿島さんって、兄さんの恋人だよね。いいよ、私に気を使ってくれなくても。いい人だよね。私なんかよりずっと元気で、綺麗で。私ね、兄さん。いろいろ考えてるの、今。まだ、何一つ結論は出ないけど。そろそろ寒くなっていくね。急がないと。ううん、なんでもない。何かしなくちゃいけないって思うんだけど、取り立てて何も思いつかなくて。わからないけど、きっと大切なこと。少し焦ってるのかもね。鹿島さん、良さそうな人だね。あの人ならいいかな。なんかちょっと安心しちゃった。いくら私でもわかるよ。二人の態度見てれば、ただの友達じゃないことくらい。ちょっと、兄さん。やめて！ダメだよ。ダメ。いけない。せっかく自由になれるチャンスなのに、やめて。私はいいから、いいから。たったいまー。また、胸が。先生を。どうしたの？
カナは助からん。ちゃんと遊んでたの？窓からぼんやりと。まさか。動きからなんとなく目星がついたの。あと足音でも判別できるかな。兄さんとかなちゃんとみきさん、あと、お母さんと鹿島先生。知らなかったの？鹿島さんの…あ、そうなんだ。気づかなかった。じゃあ、そうなんだ。兄さん？いや、じっと私のこと見てたから、恥ずかしいから。そうだけど、じゃないけど、私もそろそろ自立しないとって思って、いろいろ考えてるの。兄さんだっていつまでも家にいるとは限らないし、お父さんやお母さんに心配かけないようにしたいし、勉強だってしなくちゃ。本だってもっとたくさん読みたい。考えたいことだってたくさんあって、あって兄さんにも綺麗な恋人ができたし、自立して、自立。生まれてから何もしてない。おばさんは死んじゃうし、お兄ちゃんは彼女できるし、
私だけ時間が止まってて、何かしなくちゃって思って、なのに体は痛くて辛くて寂しくて、付き合えた時本気で嬉しくて。
どい。お兄ちゃん、もちろんまさか。コツがあるの。それさえ分かれば、昨日はできなかったことが今日はできたりするんだよ。ただの経験則だってば。あ、これかなちゃんからもらったの。お見舞いだって。うん、私もそう思ってた。何かしなくちゃって思って、でも何をすればいいのかわからなかった。お兄ちゃんは何かしたいことってある？つもり。小さなことだけど。そんなことない。書かなきゃいけないことがたくさんありすぎて困るくらいだと思う。じゃあ完成したら、ちょっと恥ずかしいけど、ならすぐに書き始めないとね。時間もないし。時間ですよ。だからどうした？別に忘れてなんていない。それに今はお前の話だ。親の言うことが聞けないのか。とにかくだ、見舞いに行くのもほどほどにしろ。いつまでも子供みたいに妹に構っているな。
行くなと言ってるわけじゃない。ただお前には大学の方が本業だろう。そちらをおろそかにしてまで見舞いに行くというのはどうかと言ったんだ。大学生だ、多少は余裕があるだろう。だがそれは自分で日程を管理できるという前提の上のことだ。ただ遊び回ることが管理していると言えるか。大学制度はそんないい加減な態度で学ぶためのものでは。落ち着きなさい高道。お前のためを思って言っているんだ。高道、あんたお父さんになんてこと。お前には関係ないことだ。カナのことは病院に任せておけばいいんだ。ケアしてどうする。今さら元気つけて何がどう変わる。この話はここで終わりだ。とにかく見舞いはもう慎み。勝手にしろ。寒くなってきたね。平気。ただ、ずいぶん早くに寒くなってきたなって。そうだね。今年雪降るのかな。見れるといいな、雪。何？うん、そうね。してみたいこと？海見てみたいな。見たことないから。でも無理かな。
ごい。何でも言ってみるもんだね。じゃあ、この部屋に何か生きてるものが欲しいかな。鉢植えとか。梅鉢草がいいな。もう覚えていないよね。ずっと昔。やっぱり忘れちゃってる。昔家族でピクニックに行ったよね。覚えてない？編んでくれたやつ。さすがに忘れてるね。そこの本取ってくれる？右の段の左上にある青い背拍子の。ありがとう。ほらあった。これ、ずっと大切にしてるんだ。10年以上前のだから。当たり。初めて、お兄ちゃんが私のために何かしてくれたって、知ってた？とぼけてる。ありがとう。昨日はできなかったことが、今日はできたりするんだよ。ただいま。ちょっと荷物があるんだけど。
人じゃ。あとタクシー代も。したから。うん。ことね。聞いてない？ご両親には承諾を得てあるんだけど。帰れるかわからないし、本人の希望もあって、何かあったらすぐに対応できる準備はしてあるし、脈拍も電解質濃度も今のところ安定してるし、透析は今日済ませたから2日くらい持つと思うし、外泊するなら今が一番いい時だって先生も言ってたわよ。あげたいことがありならね。明日は一日ゆっくりとして、明後日の朝に病院に来てね。お兄ちゃん、食事できたから。何？私の顔、何かついてるとか？え？うん、楽しい。このソファーに座るとなんだかほっとする。いつも消灯時間なの。うん、今日は楽。動機もないし、ゆっくり眠れそう。じゃあ、おやすみなさい。見たことないから。でも無理かな。
いいの？すごい。何でも言ってみるもんだね。します。泳げないから。見てるだけで楽しいから。言われてみるとそんな気がするかな。でも言われなかったら気づかないかも。激しくなっちゃうからもう走れないんだって。私今まではちっともそんなこと思わなかったのに、どうしてかな。海を見たら思いっきり走りたくなってきちゃった。
そうかもしれないけど、恥ずかしいから。お兄ちゃんは十分すぎるくらいいいお兄ちゃんだったよ。100点満点あげるよ。今日だって海に連れてきてくれたのは他の誰でもないお兄ちゃんだもん。いつだってお兄ちゃんは私のために何かしてきてくれたもん。だから私はお兄ちゃんが好き。私、重くない？広いからこんなに大きいし、ちょっとドキドキする。言われてる、もう。伊藤君、私にもこんなことがあったよね。なんだか懐かしい。子供の頃、そうだっけ、お父さんの背中
お兄、私、走ったよ。あんまり食欲がないの、ごめんなさい。ちょっとだけ。でも気持ちいい。楽しかったし。でも、少し顔がベタベタするから。ごめんなさい。喉乾いてる。やだ、もうやめてよ。ありがとう。期間にごめんなさい。もううまく飲み込めないみたい。はい、はい、それはもう。
お兄ちゃん、少しぼーっとするけど平気。私、お風呂で。じゃあその。お兄ちゃん、大学休んでるんだって。お父さんがお見舞いに来てくれた時に。あとお母さんも。私のせい？待って。ちょっと話いいかな？電気消してもらっていい？ずっと迷ってた。言いたいことがあって。言うべきじゃないのかなって思ったこともあるし、私、勇気ないし。けど、もしこれが最後の機会だとしたら、文章を書くのはいいことだね。自分の気持ちがよく整理できるから。それでふと実感したことがあって、当たり前といえば当たり前のことなんだけど、でも私にとっては大切なことで、私が亡くなっちゃう前に知っていてほしいから。この前、伊藤君に告白されました。で、ちゃんとお礼を言ってお断りしました。
気持ちは嬉しかったけど、いろいろ考えて。伊藤くんにはいろいろ親切にしてもらって、お兄ちゃん以外の数少ない友達だから、断らないといけないの、すごく辛かった。だってね、だって私の日記にはね、お兄ちゃんのことばっかり書いてあるんだ。ダメ、お兄ちゃん、彼女いるのに。私も気づいたから、お兄ちゃん、いいよ、私。そういうところ、本当に立派だと思う、私。尊敬してた。この手にずっと守ってもらってきたんだね。明日病院に戻ったらもう帰ってくることはないと思うけど、今まで本当にありがとう。長い間、お世話になりました。
めんね。でも楽しかったから、幸せだったし、生まれてきてよかったって、本当によかったって。でもね、一番大切なのは、ずっと大好きだったお兄ちゃんと一緒にいられたから。神様？私、行きたい、行きたいよ、もっと。鉢植え、持って帰ってもらっていい？このままここに置いておいたら、枯れるような気がして。平気。やることあと一つだけだから。うん、ありがとう。さあ、かなちゃん、今日も元気にカリウム濃度をチェックしましょうね。雪、降らないかな。今年は降るみたいよ。本当に？うん、すぐにね。痛いな。このままじゃ、枯れ木ばっかりで寂しいから。もし私が死んだら、雪を降らせてみようかな。
どうも。遅かったんですね。大事な妹さんなんじゃないんですか。今眠ってます。先生が何かしてるみたいで。彼女、腎臓が悪いって。腎臓って全身に影響するんですよね。慢性って治らないって聞きましたけど。それじゃあ、方法ないんじゃないですか。でもいろいろやってやりたいって思うじゃないですか。普通そうでしょ。もっと早くに知ってたらいろいろしてやれたのに。何黙ってるんですか。俺、彼女に告白して振られましたよ。どうして、どうしてそんなに落ち着いていられるんだよ。だってあんた、兄貴だろ。その話、本当なの？今の話、かなちゃんと本当の兄弟じゃないって。嘘だろ。じゃあやっぱり守りたい子って。おかしいと思った。だって東堂君ってそんな変な付き合い方するタイプじゃないもん。だからずっとおかしいと思って。お父さんからかなちゃんの話聞いてここに来れば東堂君に会えるって思って。かなちゃんのことなの？やっぱりかなちゃんのことなんだ、好きな子って。じゃあ東堂の言ってた好きな相手って。
だったらあんたがカナを好きになるのは普通なのかよ、お兄ちゃんや。東堂くん、ねえ東堂くん、本当にかなちゃんなの？東堂くんが好きな子って血縁じゃないってのは？私のこと嫌い？東堂くん、私のことどう思ってたの？付き合い出してからずっと私、東堂くんにとって何だったの？そんなの。ラブレター事件？おかしいこと言った？ほら、切れてるんだから。いいけどね。何をいきなり。だって本当に？ならさ、やり直せないかな、私たちね、結構気も合うんだし、ね。だってかなちゃんって血はつながってなくても妹じゃない。よくないよそういうの。だから東堂くん、だってさ、そっか。本気の本気で別れることになるなんてな。すぐに家族の方に連絡を。
峠だ。カナちゃん。ちゃん、みんな来てるから話す？血圧が低下しています。赤道くん、よく頑張ったね。そろそろ眠るかい？あとはその時が来るまで彼女は苦しまずに眠り続けることになります。もう起きることはないでしょう。これからどうするの？いや、残ろう。では私はこれで。仮眠室にいますから、何かあったら連絡を。あ、今、椅子と敷物を。血縁がないと知っていたんだな、高道。そうか、あれを見たのか。
親とも病を抱えていた。奴はよく子を儲けるべきではなかったと嘆いていた。カナは本人がどう思っていたのかは知らんが、いつかはすまなかったな。一つ聞かせてくれないか、息子。お前はカナを好いていたんだな。時はお前は昔から一つのことにしか集中できなかった。そんな人間が誰かを守ろうとすれば、その思いはおのずとある一方向に向かう。そんな危惧はずっと抱いていた。血のつながりがなかったことは幸いだと言うべきかもしれないな。よくやったな、高道。お前は昔私とした約束をよく守りきった。私はお前を誇りに思う。母さんも疲れているようだ。私たちは一度家に戻ろう。二人でいるといい。雪降らないかな。行きたい。行きたいけど、それはいい。
い、ないから。そろそろ時間だね。うん、もう行かなきゃ。うん、生まれてきてよかった。だって大好きな人と過ごした時間なんだもの。今度生まれてくるときは、お兄ちゃんの家の隣に住んでる幼馴染って設定がいいかな。だってこれなら誰に何の遠慮もする必要ないから。行ってきます。もし私が死んだら、雪を降らせてみようかな。かなちゃん、どうかした？
すぐに先生は